マゾン。アマゾン。アマゾン。まさひこ。アマゾン。アマゾン。まさひこ。アマゾンは何も知らない。ゲドン、やっつける。ゲドン。ゲドン、消えた。わあ、マゾアマゾン、アマゾン、マサヒコ、アマゾン。どうもさっきから変だと思った。変だ、持った。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎。プレゼント。気合い！ハハハハハハハ。朝彦ゲドン、俺狙う。なぜ狙う？関係ない。誰もいない。山村きっといる。山村
山村、頼む。俺、守る。けど、憎い。山村、死ぬな。山村、十面鬼。ガガの腕は。山村、山村、十面鬼。鳥、殺す。悪い。鳥、悪くない。なぜ、殺す。わあ。アマゾン。アマゾン、悪くない。俺、帰る。俺、人間嫌い。ジャングル、帰る。マサヒコ、友達。マサヒコ、友達。俺、友達、助ける。けど、マサヒコ、マサヒコ、ダメだ、アマゾン。マサヒコ、わあ、あマサヒコー。ゲドン、黙れ。水、飲む。ゲドン、一体、分かってんのかな。ギギの腕は。ゲドン、俺、狙う。アマゾン、行く。見る、見る。わーわー。アマゾン、ギギの腕は、友達。わー、あー、アマゾン。アマゾン、友達。マサヒコ。マサヒコ、友達。その、友達。あ、アマゾン、水。ヒロミ、友達ない。友達ない。さらわれた。マサヒコ、ヒロミ、友達。俺、助ける。生きてない。まさひこ、ひろみ。アマゾン。それ、貸して。友達、友達。アマゾン。
うち帰る。アマゾンゲドンやっつける。マサヒコ、マサヒコゲドン悪い。アマゾン友達、アマゾン。ラジオけど、これラジオ機械アマゾンに行く。マサヒコ助けた。姉さんリツコ守るけど狙う。アマゾン。アマゾン嬉しい。アマゾン。今度は子供隠れる。俺見つける。もういいかい。それ、マサヒコのもの。お前、取る。悪い。それ、返せ。マサヒコ、アマゾン嫌い。わからない。けど、マサヒコ、学校。マサヒコ、けど。モグラ、邪魔するな。もうすぐで、追いついた。アーマゾン。素晴らしい。アマゾン嬉しい。心配ないけど、何のため悪人連れて行った。注射逃げる。アマゾン後追う。アマゾンゲドン戦う。ギギの腕は守る。マサヒコ心配ない。アマゾンガガの腕輪を取る。アーマゾン。新年おめでとう。おめでたい。月のカラス。明るい月が。もぐらおめでたたい。東兵衛さん困ってるね。手伝おうか。東兵衛さん耳悪いか。マサヒコアマゾンの先生。アマゾンゲドン探す。確かこの辺だ。くそ違う。知っていて追ってきたんだ。なぜアマゾン狙う。アマゾン誰も殺さぬけど、アマゾンの敵アマゾンも戦ってる。アマゾン許します。おやさん、マサヒコアマゾンも反対だ。一人で戦うのはもっと危ない。十面鬼の顔一つ殺した。十面鬼遠くへ行けない。アマゾン見てくる。わあゲドン。おやさん頼む。僕らすまない。マサヒコ、マサヒコ大丈夫か。おやさん頼む。アマゾン残る。ゲドン近くにいる。アマゾンの友達モグラさん
気をつけて。変だ。人の気配がない。モグラ、しっかりしろ、しっかりしろ。ヘビトンボか。信じる。アマゾン。友達信じる。ヘビトンボの後、ゲドンのアジトをわかる。アジトを教えてはくれないのか、アマゾン。戦う。ゲドンの従者の命。アマゾン知らん。最初からアマゾン疑っていた。モグラ獣人を見ても、ミリは怖がらなかった。アマゾン、ゴリゴスのアジトはどこだ。サナギだ。ヘビトンボの幼虫だったのか。今までの注射とは違う。ヘビトンボのサナギを運んでいったのか。アマゾン、この方が早い。マサヒコ、元気か。よかった。ああ、まだだ。親父さんやモグラ探してくれてる。また来る。親父さん、急ごう。モグラ、モグラ。マサヒコは、ユミも一緒か。匂いだ。この匂いだ。インカの毒、ヒラリンや、サナギについていた。この匂いを辿ってゆくだ。アマゾン、マサヒコたち助ける。インカの毒の匂いだ。ヘビトンボ、その二人を渡せ。取る。アーマーゾーン。その条件とは。ゲドンに私が手を貸すと思うか。なんだと。十面鬼を。なぜだ。よし、倒す相手が十面鬼なら今度だけは手を貸そう。ああ、ヘビトンボ、アマゾンと一緒に十面鬼倒すと言った。アマゾン、分かっている。覚悟はできてる。私はここだ。貴様、やはり思った通り卑怯なやつだったな。大切だ。新しい敵か。十面鬼も死んだ。おやさん、何があった。人間が溶ける。気になるな。ゴルゴスは死んだ。だがあの時黒い従者を見た。黒従者を探す。ゲドンに黒い従者はいない。それにガガの腕輪も行方不明だ。新しい敵がきっと日本に来た。どこから来た。何のために子供をさらう。獣人、ゴルゴスは死んだ。代わりに獣人を操るのは誰だ。わあ、閉めた。モグラ、おい、もう大丈夫だ。それにしても恐ろしい敵だった。子供を助けるどころかアマゾンが危なかった。何か知らないか。確かゼロ大帝と言った。知っているのか、教えてくれ。頼む。奴があんなに恐ろしがる敵なのか。マサヒコ、アマゾンのために。偉いぞマサヒコ。何でもない、行こう。マサヒコの手は冷たい。獣人の手先になった。すぐに本当のマサヒコに戻す。ひどいことをする。マサヒコ、待ってろ。今度はアマゾン。大切だ。ゼロ大帝、それが新しい敵の狩猟なのか。マサヒコ、これ飲む。蜂の毒、これで消える。さあ、目を覚ますんだ。マサヒコ、わけは後だ。それよりもこの解毒液を地下室の子供たちに飲ませんだ。サイコ、一体何を企んでいるんだ。ああ、モグラか。もう大丈夫だ。わーガランダの獣人。アマゾン。リツコ、リツコ、コンビナート襲う。リツコ、リツコ、コントラ。大切断。どうしたマサヒコ。不従者。よし、コントラ。ジュージ。アマゾン行く。この時獣人の首回転していた。
アマゾン回ってなかった。トロフィーはどうだ。よし、アーマゾン。よし、終わった。俺も灯台が倒れているのを見た。ガランダーだ。俺の友達がついている。心配ない。安心しろ。何？するとこの地震もガランダーの仕業。二人ともここを動かないで。ガランダーだ。ガランダーの獣人め。あの地震は貴様たちの仕業か。そう。わーわアンミオ獣人じゃなかった。大丈夫。すぐに良くなる。病院の近くで待っている。ああ。ガランダーたち、機械で地震を起こす。モグラが教えてくれたのは、確かこの辺だ。獣人め、今度こそ逃がさんぞ。ウェイ！アーマーゾーン！今までは二度と地上を得てることはできん。どうすればいいんだ。もし俺が死んだら世界はガランダーに征服されてしまう。くそ、なんとかならんのか。ここから出る方法はないのか。よし、でも地震は起こせんだろう。なんでこんな真夜中に。やめ！やめろ！ガランダー君たちは待て！やめろ！子供たちとは戦えない。おやさん、どうすればいい？ガランダーめ。なんだ僕ら。マサヒコも。フクロウ獣人か。たまフクロウ獣人か、子供たちはどこやった？ガランダーは何をしようとしている？目が見えない。僕らか。大丈夫だ。すぐ治る。俺は変な姿にされた子供たちが地面から出てくるのを見た。マサヒコたちも、きっと地下のどこかだ。頼む。ダメだ。モグラ、ガランダーの作戦は成功させん！わぁ！すまん。目が見えない。何も見えない。このままではフクロウ獣人と戦えない。モグラ、今度は本当によくやってくれた。いや、今度だけはモグラのおかげだ。モグラ、何をいじめてんだ。本当かい？さあ泣かないで話してごらん。どうして黒獣者に狙われたの？どうしたマサヒコ。変な事件。何？ガランダか。赤ちゃんが生き残っていた。本当かマサヒコ。アマゾン守る。待て、やめろ。その赤ん坊に何の罪もないんだ。あの赤ちゃんがいた。手も足も出ない。アーマーゾーン。あの赤ちゃんを早く取り戻さなくては。でもガランダは赤ちゃんを連れて行こうとした。きっと何かがあるはずだ。カビ、カビが人間を溶かすのか。ガランダのカビか。よし、なんだモグラ、そこにいたのか。いや、やっぱり俺が行く。モグラ、しっかり頼む。モグラ、しっかりしろ。モグラ、モグラ、できたぞ。わかるか、解毒剤だ。モグラ、飲むんだ。もう心残りゃ。いいから飲むんだ。モグラ、アーマーゾーン。キノコ獣人、すでにそのカビに力はない。モグラの持ってきたカビで生き残った赤ちゃんの謎が解けたのだ。あの赤ちゃんは風邪をひいていた。つまりそのカビはビールスキンに弱い。そして解毒剤もできた。モグラに代わって貴様を倒す。モグラ
第2節だマサヒコ、ケナエ、忘れてごめん、アマゾン。友達。こいつは人間じゃない。魚の匂いがする。でもこいつは人間じゃない。行くと危ない。わあ待て、やっぱりガランダの仕業だったのか。アーマーゾーン、俺を信じるんだ。あいつは君のお父さんじゃない。ガランダの手先なんだ。アーマーゾーン。死んでたまるか。お前らのアジトを知るためにわざわざ冷凍になったんだ。行くぞ、急ぎんじゃ。お前のために一人の子供の全身な気持ちが傷ついたんだ。許せん。インカの人形、インカの人形には呪いがあると言われているが、黒獣者だ。やっぱりあの人形には何かがあるんだ。マサヒコ、事件か？アマゾン、今は行けない。アマゾンも残念だ。よろしく言ってくれ。インカ人形か。今度はアマゾンを見張っていたつもりだろうが、逆に見張られていたんだ。ジャングルの動物たちは近づく敵を本能的に知る。アマゾンも同じだ。アマゾンを見張ることはできない。逃げろ。あいえ、マリコ君が持つインカ人形を狙う目的は何だ。そんな言い訳が通用すると思うか。大丈夫だ、アマゾンが守る。アマゾンは外を見張る。おやさんたちはここで待て。ガランダーの罠かもしれない。やっぱり思った通りだ。時計の音がしている。まだ大丈夫だ。それ、爆弾は返してやる。人形を取るつもりか。何、空気を生産ガスに変えるインカリア、それで東京中の人間を見直しか。アーマーゾーン、飛んだ。待て、逃げるんだ。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。アマゾンキック、間に合ってよかった。これが破れれば東京は全滅だ。地の底にうずめて二度と使えなくするんだ。アマゾンが直しておいたからね。もう二度とこの人形は狙われないよ。黒獣者がこの車を追っていた。ガランダの獣人に。よし、俺が案内しよう。早く出せ。その先を左だ。今にわかる。おやさん、そんなところで一体何してるんだ。獣人、なんだそれは。何するんだ。よく見ろ、本物だ。そいつにギギの腕は上がったか。俺が本物だ。あれもガランダの仕業だ。俺はヘリウム爆弾のある奴らの本拠を探してるんだ。そうだったのか。奴らどっち行った。よし、二人ともいない。くそ、だが奴らのアジトはそう遠くないはずだ。三将、貴様はガランダの主人。今度は早く逃げよう。何やろう。それは本当か。おやさん、二人を早く。うわあーまーどーん。Down!
奴を追う。奴はきっとガランダーのアジトへ逃げていったに違いない。アジトを突き止めればヘリウム爆弾のありかもわかるはずだ。アジトはあそこか。飛んだ。貴様こそ野望を捨てて早くこの国から消え失せろ。くそ、アマゾン。これ悪魔め、ゼロ大帝め、あまり渡してたまるか。くそ、アマゾン。ギギの宇田は奪われた時、俺の命はなくなると聞いている。俺が死ねば一体誰が人類を守るんだ。分かったか。二つの腕輪が一つになるとき、この俺の体に何者にも負けぬ超エネルギーがみなぎり渡るということを。おじさん、俺はここの司令室のヘリウム爆弾のリモコンスイッチを切る。新宿西口ファインビルの地下だ。時刻は午後1時。大切だ。どこだリモートコントロールのスイッチャー。貴様は何だ。許さん。貴様はゼロ大帝。スーパー大切だ。俺のふるさとはアマゾンだからな。